今日は、天川村、奈良県の天川村に来てます。一応、こんな感じですね。天女の舞で、できれば天女の頂まで行こうと思ってます。まあまあ時間が許す限りなんですけど、まあちょっと今日は和漢の練習もしたいなと思って、実は、見えへんな和漢つけてます。で、まあ昨日ね、まあ金剛山でも雪降ったんで、ちょっとまあ期待はしてるんですけど、水曜日かなの記録を見たときに、まあ和漢なしでアイゼンだけでいけましたみたいな話は出てたんですよ。でもちょっと、せっかくやし和漢を、つけてちょっと歩く練習もしたいと思うんで、今日はそんな感じで、まあガツガツいかんとゆっくり、天女の舞を、楽しみたいと思います。それでは行ってみよう。ここは登山口ですね。八ヶ岳二千登山口、かわいい二千コース6時間、まあ二千までは行かないんで、こっちからゆっくりと。今日はねやっぱり祝日3連休の、スタートの日なんで、比較的人が多いと思います。まあちょっとやっぱり人が多いっていうので気持ち安心しますね。今日はね、天気がいい。もしかしたら、めちゃめちゃいい眺望が見れるかもしれん。一応ね、お天気はね、晴れやからね、めっちゃ期待してるんですよ、今日は。まあ、今日は絶対行けへんけど、未然まで前10月かに行った、未然八経ヶ岳、まあ八経ヶ岳はもう遠いけど、未然まで一応この天下は可愛いルートで行くと6時間20キロくらいかな、まあちょっとそんなあれ明日とか連休で天白装備とか持ってきてたら多分いけるんだけどね。駐車場の結構、そんな方が、洋さんいてたんで、また機会があれば、ここから、未然八経ヶ岳の方まで、ね、行って、山小屋か、天白かし、やりたいと思うけど、まあ、今日はそんなんじゃないから、とりあえず、天女の舞と天女の頂きに行きます。うわすごいなこれ、見てこれマジで、ほら眩しいな。これが、観音菩薩分かれで、多分これが稲村ヶ岳で、これね多分ね場所的にで、このイカツイの多分行者帰り岳、すごいなめっちゃかっこいいな、こ
も行ってみたいな。稲村ヶ岳も行きたいしね。で、なんかこれトカゲ、トカゲを山、なんかそんな感じ。すごい、ここでこんなに綺麗なんてマジでもうめっちゃやばいな。ほら、すごいよ。はい、アイゼンつけました。もう結構滑るんで、はい、これでまたゆっくり上がっていきます。もうね、ほんまに今日はマジで天気がいいで、ちょっとやっぱお天気やから暑い、暑いですね。うん、ね、あ、ほんまによかった天気で。もうおっさん釣りクラブ、コージー山動画、初のこう金剛山以外でのお天気に眺望が見れるかもしれないですよ。期待しとってください。だいたい今でね、半分ぐらいかな。林道出会いっていうところかな。もうね、ここね、なんかね、道、もともとなんか道路やったところやね。今、まあ多分道路として機能してないんやろうけど、ここからちょっとだけこういう道路を歩いて、また多分山道に入ると思います。めちゃめちゃ天気最高やで、ほんまに。マジでやばい。ちょっと、雪がね、結構困難なんでね。なんか、和感吐きたいから、ちょっと、和感の練習しようかな。スノーシュー履いてる人も見てるみたいですね、これ。ちょっと、まあ、気が向いたら。っていうか、すごい、これ。見て。マジで。やばい。わかる？すごい。すごいわ、ほんまに。わ、めっちゃすごい。
景色がちょっと雲あるけど、ちょっと風もあるけど、めっちゃ綺麗。でもやっぱりちょっと曇ってるかな。でも空が青い。マジほら、無表もこんだけめっちゃいい感じや。あ、天女の舞やっと到着しました。で、ここから天女の頂の方に行ってみます。天女の頂です。 1518m、やっと来ました。で、バカンオカンです。練習してます。はい、天女の頂、天女の前から天女の頂まで行きました。で、もうめちゃめちゃええ天気、ほんまに久しぶりに、なんかもうよかったです。で、今からあの和冠つけてるんで、これの練習をしながら下山をしていきたいと思います。で、まぁ、ちょっと、こう、腕です。こういうとこも、行きたいと思います。ほら。めっちゃ楽しいわ、かん。ズボズボ。超楽しい。そんな感じで、計算をしていきます。今何時かな？今ね、12時9分。あ、天女の舞でちょっと、カロリーメイトだけ食べて、下山します。はい。今日はね、ゴーグルもしてます。ただ、まあ、そこまで眩しくないから、いいかなと思って。それでは。見て、すごい、これ道路が崖崩れで落ちて、ガードレールが浮いてんねん。これすごい、これ。でも綺麗な景色だ。はい、登山口までやってきました。結構
登りごたえがあるね、ほんまに登山口ですでね、まあこっからあの店の方に行けるみたいなんやけど、なんかさっきちょっと出会った人とお話ししたら、まだあの店の方にプレスができてないみたいって言ってて、どないしはんのか分からへんけど、まあ結構な方がね、このまま狼平って連泊をするって言ってましたね。まあ僕もちょっとあったかくなったらこっちから2000京ヶ岳に登ってしたいなとは思ってます。今日はほんまに天気が良くてね、もうほんまにめっちゃ良かったっすわ。ほんならちょっともうね、時間がね3時前なんで、このままお家に帰ろうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。